はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、こちらのね、炎上した話の続報ということになるんですけど、もとみつ動画でお話ししてて、2、3週間前かなこれ、こちらえ。おばさん、他人の家のハロウィン飾りを盗難も監視カメラに映る。警察が証拠拒否。しかし、SNS 拡散され、捜査されることになったぞって。SNS の力で追い詰められる。その内容がやばすぎる。っていうのでね、みつ 動画でお話ししたんですけど知らないおばちゃんに大事なハロウィンのリースを盗まれたっていうことで話題になってた話なんですよねまあ、ニュースとかにもなったんですけどこんな感じで防犯カメラの映像もあるのに最初警察が動いてくれてなかったんですよねただニュースになった途端なんだか急にですね警察の人がねその証拠預かりますね調査しますねみたいな感じで動き始めたみたいなんですよねそして逮捕されるというようなのが前回までの話だったわけなんです ですけどその人がねついにえー、こんな感じでこれだっけ、えー、起訴されましたっていうことでおばちゃんがね起訴されたみたいなんですよねしかも結構な常習犯だったみたいでやっと起訴されたぞっていうことなんですけどただここに至るまでの経緯がまあおばちゃんもそうなんですけど警察の方のひどい対応っていうのもまた出てきちゃってるんで今回その件についてね見ていこうかなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひ チャンネル登録もお願いしますということでまずこの話のね、えー、あらすじなんですけどざっくりとねこんな感じで被害を受けたチョコニャンさんって人がいるんですけどハロウィン当日に子供のために飾っているハロウィンのリースを盗まれました作家さんの一点物です返してほしいですということでこんなハロウィンのね、えー、リースを飾ってたんですよねそしたら知らないおばちゃんが家の敷地内に入ってきてもっと ってったぞーっていうことで、盗、ま、難、あ、にあったわけですよね。 でね、まあ、警察呼んで、防犯カメラの映像も提出しようとしたら、警察から拒否されたらしいんですよね。えそんなのいらねえって、え、なんでなんで証拠としているでしょうみたいなのをね、ツイートしてたわけなんですよね。え、警察捜査する気ないんじゃねえみたいなことで話題になってたんですけど、その話がニュースにもなってですね、めちゃめちゃ話題になりすぎて、警察から電話があり、とりあえずこの動画が欲しいとのことで、後でデータを取りにいらっしゃいます。進展しました。って 警察からやっぱその動画、あの証拠として欲しいからデータをくださいって言い始めたわけですよね。そして最終的にね、逮捕されましたって警察が動いて逮捕というような形になったわけなんですけど、まあ、リースを盗んだおばちゃんもそうですけど、警察は何やってんだっていうのでね、大炎上してたわけですよね。ただもうね、あの報道とかもされてですね、もうがっつり名前とかも出るような形になったんですね、おばちゃんが。リースセット班の犯人の顔と名前だ。 もうはっきりと全国デビューしてたわけなんですけど、まあ、これでね、一旦良かったねって、SNS の力で、えー、逮捕されて良かったっていう話だったんですけど、その後の続きなんですよね。こちらからなんですけど、犯人やっと供述しましたって、これまでずっと否定してたみたいなんですよね。私やってないって。しかも、まあ、否定してるわけだから、ハロウィンのリースも出てきてなかったわけなんですよ。で、供述して、えー、ハロウィンのリースも出てきたみたいです。ちょっと複雑な気持ちだって。 え、なんでって、ここに書いてくれてるんですけど、ハロウィンのののリースが私のもので間違いないいなかという確認をしましまた確かに私のものでした。でも、パーツは取れてなくなってるし、真ん中のでかいお化けすら取れていました。取れたパーツをなぜか違うところにつけてたり、正直これが一番嫌っていうことで壊されてたり、また別の形でね、つけられたりしてたみたいなんですよ。これ誰がやったのね、警察が見つけてくっつけたのか、ちょっとそこら辺はよくわかんないですけど、 なんかめちゃくちゃでした。もやもやです。ということで、もともとこのハロウィンのリースって、まあ、一点もの作家さんが作ってくれた一点ものなんで、唯一無二なんですよね。まあ、だからこそ、めちゃめちゃ悲しいよっていうのをね、ツイートしてくれてるわけなんですよ。そりゃそうなるよね。子供も悲しむしさ。まあ、実際ここに書いてる通り、子供は玄関見るたびに数日泣いていたので、リースが戻ってきてよかったなと思う気持ちの反面、来年も、この盗まれてしまったものを飾るか、と、 言われたらやはり少し複雑な気持ちのカットが出てきてしまいますとまあ、ボロボロな状態だっていう風にね言ってるわけなんですよまあ確かに複雑だよねまあそして犯人のおばちゃんもですねその後の対応とかもねひどいぞっていうのをね言われてて謝罪のお手紙が送られてきておりまして先ほどお仕事が終わったので読んだのですが結構心が傷つくものでしたということで謝罪の手紙もひどかったって隠すためにリースを 2階のベランダから、だからあんなに壊れてしまっていたのかと、なんと、リースをね、2階のベランダから投げたのかな 投げ捨てたのか、まあ、とにかく証拠隠滅しようとしたんだろうね。話題になってで。納得と共に悲しい感情が溢れ出てきてやるせないですと。もうひどいぞって。まあ、その謝罪文の内容がひどかったっていうふうに、ね、言われてるんですよね。他にも矛盾してたり、到底納得できる話ではないところもあり、できれば読みたくなかったって、そんな、ね、ことが言われてます。もう,もう少し詳しく言ってくれてるんですけど、当日返そうと思って袋に入れたって言って ててたみたたたたみみいいででも隠したくて窓から捨てたみたいなねそんな謝罪らしくて「捕まってから45日やってないと認めていないのに返そうと思った」って「嘘だよね」って「とにかく証拠隠滅したかったんだよね」と「今までの流れを見ているとどうしても嘘と思ってしまうんですよね」って「いやそりゃそうだね」「普通はそう思うよ」 で、まあ今回ね、しっかり逮捕されてるわけなんですけど、実はですね、このハロウィンのリースを盗んだ犯人は、今までも何回も逮捕されている方でした、っていうことで常習犯だったみたいなんですよ。ずっと容疑を否認していたのに、容疑を認めた途端、とても反省していて、リースの弁償もしたいので、示談の方向で進めたいです。 っていう連絡が来まましたと、まあ何回も逮捕されてて、こういうことになってるって、毎回なんか不起訴になってたのかな、ちょっとそこら辺はよくわかんないですけど、ちょっとご都合主義しやしませんかって、これが普通なんでしょうかって、いや普通じゃないよーって、まあとにかく示談でね、丸く収めようとしてきたわけなんですよね。まあしかしですね、それは本人もふざけんなーって感じなんで、文字数制限で記入できず、補足ですみません。示談はする気はないですとお伝えして拒否しましたーって、まあ 無事拒否さされれて追及されたんですよその結果ですね、こちら、本日正式に起訴されましたって、まあ、起訴イコールどうなることかっていうのはね、やっぱ日本の当たり前だと思いますけど、ほぼ有罪な状態なんですよね。えー、起訴内容は窃盗、住居侵入ですということで当たり前のね、2つ、えー、起訴内容になってるわけなんですけど、ただ、最初、柵がないから不法侵入ではないと言われましたがって、 警察にここんんなことを言われてたっぽいんですよね。まあ、だからこそ動画とかのね、証拠も多分集めてなかったんだと思うんですけど、いや、不法侵入でしょ。どう考えたって。ちょっと映像そういえば見てなかったですけど、こんな感じだよ。 人の家にさ、入ってさ、こんな感じで物取ってってるんだよ。このどう考えたって、不法侵入じゃないですか。で、まあ、これに関してね、警察は最初、不法侵入じゃないって言ってたみたいで、住居侵入になるみたいです。まあ、ここはあえて言葉がね、別の言葉になってますけど、まあ、ほぼ同意だよね、これ。で、皆様のおかげで、犯人逮捕につなげていただきました動画は、正式に事件が終わり次第削除いたします。ご協力に、心の底から感謝いたします。ありがとうございます。 ございましたということで、これ普通に事件起きてて、えー、この人もね、Twitter とかしてなかったら、普通に流されてた話かもしれないんですよ。警察がまともに調査しなくてね。まあ、ただ今回は SNS で話題になったおかげで、ここまでね、話が進んだ、起訴までいったということなんで、SNS があってよかったって話なんですけど、警察のマジでやばいところとかも話をされててですね、長所の髪を破棄されていたとかそう,いうこと あとはここに小声で言っておきますが、っていうことで、なんと警察長所の紙破棄してたみたいなんですよねえ、どういうことって？ そんなもうごく最近の話だよ、この事件の話って。えー、このツイートされてんのが、10月31日まだ1ヶ月も経ってないような、そんな話なんですよね。長所が破棄されてたらどういうことって、多分時間的に逮捕状を出すぐらいの時だと思うのですが、私に電話がかかってきて、主人の名前を教えてくださいと言われて、長所の際に全て伝えましたと言ったら、破棄して書類がないということを言われました。はははっはっはっ。 なりますよね警察もよくそんなこと言えたなーってもう数日前の長所がもう破棄しましたって言ってるでしょむちゃくちゃでしょこれ動画とか証拠もありますよっていう話に関していやこれマジで SNS なかったらこの話何もなく終わってたってことでしょマジで最悪だよねでまあちなみになんですけどその壊れたリースっていうのもこんな感じでねハロウィンのリースを作ってくださった作家様が事件を見てくださりリースを新しく作り直しそしてやっ プレゼントってまあ、言ってものだけど新しいもの作ってくれるって優しさに感謝しております何より子供が喜びますありがとうございますって本当にお優しいっていうことでまあ、今回の話話題になったおかげで作家さんもね見てくれたということなんですよねまあ、最終的には SNS の力でここまでね丸く収まったわけなんですよまあ、そういう意味では、えー、いい使われ方というかね SNS のネットの力が、えー、活躍したわけなんですけどまあ そもそもこんなわけわからない窃盗なんてしなきゃ休む話だからね、この話。まあ、あと警察もね、すぐ動いとけば、えー、もっと早くに解決できてた話かもしれないですしね、まあ、このリースだって無事に戻ってきてたかもしれない。まあ、そういう話なんですよね。まあ、とりあえず起訴もされて、えー、めでたしめでたしというような話でした。まあ、ネットの意見もね、見ていこうと思うんですけど、最初、柵がないから不法侵入ではないと言われましたが、 これ言ったやつ相当バカなんじゃないのっていうことでね。まあこれを言ったって警察ってことでしょそんなわけねえだろうってなりますよね。とか他には、モンピや柵がなくても他人の敷地境界に理由なく立ち入った場合には不法侵入になり、住居とは敷地内の外交部も含まれますよっていうことで、普通考えたらこんな不法侵入ってわかるだろうっていうふうに、ね、言われてますね。とか他には、所要もなく勝手に敷地に入れば不法侵入 が成立しますよって。で柵がない場所の例としては田畑や山林がありますかねってあ、確かにそうだね。 人の土地に全部柵があるとは限らないもんね。そこに入った場合、それは不法侵入が成立するよねなんだこの警察、最初なんでそれが成立しねえって言ってたんだ、みたいなね。そんな話になりますよね。とか他には、SNS のいいところが見えた事件ですねって、こういうのはまあいいとこではありますよね。行き過ぎた私人逮捕や言われのない誹謗中傷、理不尽な晒しもある中で、こうした事件解決はこの時代に少し希望が持てます。それにしても人様の大切な理想を なぜ盗めるのかもちろんお金もダメだけれどなぜ物を盗めるのっていやそうだよねそもそもこの行動ってどういうことだろうって。 えー、人の家に入ってまで物取るってちょっと理解できないよねとか他には玄関に置いてあったハロウィンリースが盗難にあった件ニュースで流れていたので知っていた人も多いかと当初は警察も相手にしてくれず X で動画が拡散されたことから犯人特定逮捕につながったと記憶しているこの件の教訓は防犯カメラは大事警察はすぐ動くとは限らない自衛大事だっていうことがね分かったぞっていうふうに、ね、言われてますほいほんとそうだよね 防犯カメラは大事まあ,あの車でいうと、えー、ドライブレコーダーとか、ね、でやっぱカメラちゃんとつけとかないと事故とか事件とか起きた時やっぱ対応できないもんねであと警察はすぐ動くとは限らないいやこれはそうは思いたくないけどこんな事件あったらそう思うよね少なくとも今回のは完全に証拠がある話だからねそれを曖昧に終わらせようとしてたのは警察のあまりに問題なね対応だったんじゃないのかなと思いますということで今回のお話は以上です 皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元道のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。